11月5日、第6回富士山静岡空港の魅力を高める有識者会議を静岡空港で開催し、空港ティーガーデンシティ構想案をまとめました。県ではこれまで空港やその周辺の魅力を高めて利用客を増やすことを目的に空港の魅力向上策の検討を重ねてきました。最終となる今回の会議でまとまった空港ティーガーデンシティ構想では、空港周辺のお茶をコンセプトに4つの道を整備するなど、その内容は幅広いものとなっています。また飛行機の離発着を間近に展望できる石油院展望デッキや、空港ターミナルビルから展望デッキを接続する遊歩道のほか、旬の農産物の直売所とカフェを兼ね備えたエアポートラクザの整備などが盛り込まれています。川勝知事はソフト面の充実を念頭に置いた整備を進め、周辺施設の相乗効果をもたらすよう努めていきたいと述べました。